さあ、ラストは戦撃か。サバさん、さっき沈ま、暗黒で潜って何とか、今日のマイナス分の、ポイントを取りまして、いくと。借金を何とか返済していく。これどうしよっかな、後手番だけどな。よろしくお願いします。初手どうしよっかな。フレームヘリオンいるから、フレームヘリオン置いてもいいんですけどね、単純に。まあ、フレヘリ捨てるか。で、相手がどう来るか。まあ、とりあえず相手は普通に来て、マジ吉ですね。マジ吉も使いやすくていいですよね。ちょっと数値低いんです。お、皆さんこれはもしかしたら決まるかもしれません。最近あんまり決まんないんですけど、もしかしたら世界一定石が決まるかも。まあ、フレヘリア取ってくるかな。ちょっと高カップうっとしいですもんね。ただ取り方としては F の2のパターンもあるんで。え、何そいつ。え、こんなやついましたっけ。え、何これ。初めて見るんですけど。マジでこれ何、シルバー S ゴマですよね。こんなやついたっけ。あ、これシャーマンキングコラボのやつか。あ、そうなんすか。いや、これ初めて見たわ。そんなやついたの。しかもなんかしれっと世界一定石決まったわ。ただこれ、ハイサラー C の6展開だとコンボスキル呪いですからね。世界一定石は決まりましたが、こっから勝負か本当の。なるほど。勝ちこりと決まっていく。ベルーガとかなんか欲しいな。オフィンフィン、S ゴマ欲しいですね、S ゴマ。来い。オッケー。ここの、オフィンフィン世界最強。これ未来切り開きまして。ここでちょっとゲイボルグとか置かれると流れ変わるんだよな。リコロさんこんばんは。いつも、あ、これ無料キャラクターなんですか。マジか。無料のやつか。それは初耳っすわ。さあ、ガチコリと世界一定石決まっていく。どうだこれ。冬の魔女来た。なんかただいま到着したらしいんで、じゃちょっとこれやってみるか。大丈夫かな。これ4枚返し食らうと普通にあの終了するんで。あれが、試合が終了します。あ、強えわ、やっぱり。やっぱ皆さんこの打ち方世界最強でしたわ。もうほぼ勝ち確っすね。まあ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 。やっぱこの打ち方世界最強だったか。なんならテュポーも来た。よいしょ、気持ちよすぎ。久しぶりに綺麗に決まったな。今ちょっとソウルデッキのデータ取ってるんですけど、あのセイラン VS 肝炎は 100% ソウル勝つデータが今出てるんで、僕のデータ上。OK、とりあえず後手番は来ましたが、これ世界一定石やるんだったら、バーグルス取っておきたいですけどね。まあでも打ちましょうか。ソウルデッキ火炎対面めちゃくちゃ強いんで、うわ、マジか、X 来るのか、それは予想外。まあでもバーグルスなんで、まあ多少はマシか。ただこれちょっとインサイド攻めですからね。まあエリーゼいるかな、 X 打ちなんで。これテュポン刺さりづらいんすよ、これ。あー、めちゃくちゃコンボ使っていくタイプ。これ耐えきれるか。ちょっとオフィンフィン欲しいですね。あと相手のコンボも、火炎は
受けることになるんで、基本的に。オッケー、ここはティポン置きましょう。で、オフィンフィンも来てくれたのでかすぎ。ソウルデッキ相手にコンボスキル使わせちゃいけないんですけど、火炎は相手のキャラクター残さないと燃やせないんで、必然的にコンボ食らうことになるんですよね。なんで相当霊力溜まっちゃうんすわ。これ盤面詰めるんだったらな。いや、ブルハも強えけど、ブルハも強いけどな。ダイスさんこんばんは、いつもアナウンス。オフィンフィンのコンボスキルも使いたいっすけどね。うわ、これむずいっすわ。どうしよう。うん、さすがにブルハかな。耐えられるかな、これちょっときついかな。ちょっとやばいかも。あー、なるほど。S5 もここで使っていく。めっちゃ溜まっとるわ。ここで撃たれると、うーん、いや、これ飛ばされるな。プラス30の60の40でしょ。アタック込みでこれ飛びますね、エリーゼは。うん、いなかった。これはラッキー。ただめっちゃ軽く出ますよ、これ。なんとか耐えてはいくが、これちょっとオフィンフィンのコンボスキル使いましょうか。アベル来た。んてか飛ばせられるか、これ。もしかして4枚大火炎とフレアヒールですからね。いや、さすがに飛ばせは無理か。回復回復からの飛ばせるんですよね、これが。あ、エリーゼ来てたら終わってたけど。